どうも柴田です。本日は激安居酒屋でたらふく飲もうのコーナーです。ということで今日は大阪天満駅に来てます。ここね、安いとこ結構いっぱいあるのよ。おその中でも僕ちょっとめっちゃ安いやんっていうとこ見つけたから、今日は早速調査に行きましょう。はい、ということで行きましょう。はい、安いよ。大瓶400円。うまいね。安いよ。ただここじゃない。あ、お作りも480円。今度こよ。なんか活気すごいね。すごいな。などこや、完全に迷子になったぞ。あった、これや、見てこれ、全ドリンクが90円やね。ということで今日行くのは日本一のパリ餅鳥皮串新時代さん、ここ行きましょう。みんなケーキいいな。ほいということで潜入しました。めっちゃ人気店やなあ。めっちゃ人気店。おいおい、90円なのはこれ生中はちゃうねんて、でメガもちゃうねんて、それ以外は全部90円やって。嘘な、うん、けど生違う言うても190円やからね。めちゃめちゃ安い。安いな信じられへん値段。おうおう、ほんで名物のこの伝串って読むのかな、伝説の串のことかな。おうおうおう、ちょっと分からへんけど、あ、伝串やね。鳥皮串、これもうめちゃめちゃデブのやつやね。おう、このデブのやつのこの新時代ピラミッド行きましょうこれね36本入って1800円やねん。安いな、うん、だからこれ行きましょう。ということで190円のビール来てんけど、いや普通のジョッキやな、うん、これが190円やで。安いな、普通にジョッキやで。もうちょい痩せてるかな思った。めっちゃ美味しそうやわ。さあ乾杯です。うん、まっ、めちゃうまい。突き出しが来たわ。何これ、なんやろな。のう、これな、めっちゃ悪いやつ。めっちゃニンニク効いてる。うそニンニクの効いたちょっとあっさりめの鶏となんかキュウリもなんか、おすまし、おすまし、なんていうのこれ、酢の物。おすましって汁なったでっていうか、めっちゃ電串売りまくってるやん。超アピール。向こう見て、電串めちゃ押してんねんまあ健康食やから本書いてるでしょ。大豆由来、高麗人参、塩分ゼロやから健康ですから。健康ですね。今日健康なんて買えるから見といて。おお。ちょっと待って。ちょっとやりすぎたかもしれん。ということでこれが新時代ピラミッド1800円。結構すごい。すごい。36本あるらしいよ。うわ。いやけどこれで1800円と安いね。そうやね。うん。ということでタワーいただきます。どれどれ、あ、皮やね完全に。そうやな、完全にデブなやつやな。まずはそのまま食べるべしって書いてたからそのまま食べます。あ、甘いタレでうまいな。うまい、うん、おいしい。これはもうデブ飯やで。デブ飯になってしまうデブの予感しかせん。デブの味がするもん。これけどさ、1本50円やで。安ない？めっちゃ安いよねこれ。これね、炭焼きやと思ったら違うね。お、揚げてんねん。揚げてんの？揚げてる。へぇ、次は全串スパイスをたっぷりかける2本目はって言うけど、僕多分6本ぐらい食うたけどな。もう頼みすぎや。え、普通の人は5本セットやからパラダイスさあ、いきますね。たっぷりや。ほう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 、食べるわ。うん、おすんごやな、これ。へぇ、
たっぷりかけた方がうまい。ガンガンかけたよ。これ絶対うまいやん、こんなかけたら。僕はあった方が好き。うまい。じゃあ坊ちゃんも食べていこう。どうです。どうどうどう。甘辛い、辛くないね。甘いタレで美味しいよね。うん。もう鶏皮です。おありがとうございます。まあどうぞ食べていこう。いやいいねいいね。なんでこんなのは2本ぐらいがちょうどいいね。頼みすぎ。え、もしかして食べへんの？うざいうざい。これ90円。これ安すぎ。うわこれをちょっとこう混ぜていただきます。生すぼり、うん、うまいうまい。ちょっと面白いドリンク見つけてお客さんが頼んでるのを見て、うん、それちょっと次頼もう。すいません、ガリガリ君サワーお願いします。何それ。まあ来てのお楽しみ。めっちゃ面白かった見てて。こんな風に楽しいドリンクゾーンもあって飽きへんねん。めっちゃ楽しませてくれる。うまいね。でその中でこのガリガリ君サワー行くわ僕。これも90円。これもそうなのかな。こっちだけか。はい、これっていくらなの。90円。ありがとうございます。赤字やん。赤字やんな。ガリガリ君だけでだってもう80円90円するな。すごいこれやね。ちょっと見て見て見てこれよ。ほんまにガリガリ君がぶっ刺さってんねんで。あ、氷の代わりない。そうそうそう。でこれが溶けて多分あの味が出るみたいな。あ、ソーダ味みたいな。これ90円安すぎん。安いなあ。まだやまだまだや。味しない。あのプレーンや。これもっと溶かしていかなか。もうちょっと待とう。はい、食べていい。ガリガリ君です。で、そうしてるうちにこれなんなん、ゴーちゃん。ドルフ焼きです。美味しそうやろこれ。うまそうやな。人気ナンバー2頼んでくれたんですね。お、人気ナンバーワン。ナンバーワンか、これ。ナンバーワン。これなんなん。ドル焼きです。いや、聞いた聞いた。なんなのか知らんねん。なるほど、食べて調べるわ。うまっ。これナンバーワンやわ。うまい、うん、まだなまだな残っとんねこっち。あ、食べて坊ちゃん。ちょっとちょっとおいおいおい、これ何や。めんどくさいポテトサラダです。人気ナンバー2です。いやそうやろうけど。で、虫歯な残ってんねんぞ。まあけど美味しそうやから行こうか。これはすごいな、面白いな。これカロリーやばくないか、このマヨネーズの量。ほんまやこれ。じゃあ行きますね。混ぜろ混ぜろ混ぜろ、いっぱい混ぜろ。お好みのね、あのほぐし方でお願いしますよ。めっちゃカロリー高そうやね。ポテトサラダなんか家で作ることないやろ。ないな。じゃあいただきます。よっしゃ、いただきます。むさつきけど、めっちゃうまい。うまい、めっちゃうまい。めっちゃうまい。いつも食べるポテトサラダってのはマヨネーズ完全同化してるやん。これがこの混ぜたばっかりが同化してない。
で、じゃがいものこの皮も一緒に入ってるから、はあはあ、じゃがいもの味をすごい感じて、うん、結構粗いやん。これがめっちゃうまいわ。へえ。うん。うまっ。これうまい。絶対頼むべき。あ、来た来た来た。いただきます。ようやくできた。結構うまい。うまい。これうまいわ。ジョッキで買ってるイチゴミルクとかあるんです。やばない。すいません、これはやばいで。ジョッキで買ってるのイチゴミルクで。なんでな。あの、ただ突っ込みたいところあるんですよ、はい、これは何ですか。新時代唐揚げです。人気ナンバー3です。やっぱりな、そんな感じで来ると思ったわ。さあ食べようか。これはうまいよ。これナンバー3どう。これうまいよ。うまい、うん、イチゴミルク最高。ほんまにイチゴミルクやね。あ、そうあのね、アラフォーになるじゃないですか、うん、もたれしてきた。そりゃそうやろ。普通の人でもこんだけ食べたらもたれるから。年多分関係ないし、若い人食べてももたれるよこれ。甘い。甘くないのに行こうか。すごいリンゴ酒。甘いって絶対甘いから。甘いから甘いねん。それグレープフルーツサワーでしょ最後は。甘くないのね、うん、はい、すいません。やっぱこれやね。いちごミルクはきつかったほんまに感じつく。でね、みんな疑問に思ってると思うんですよ。坊ちゃんって何食うてんの。ちょっと見てくださいよ。コーラにラーメンに決まってるよ。ラーメンにうざいわ。うん、うまい、うん、合う。めっちゃ合う大阪ってほんま食い倒れの街やね。うまいよな、うん、まあ、倒れてまうで。ごちそうさまでした。安すぎるほんまに。あんだけ食って5000何倍で2人でなあ。安いな。安い。めちゃめちゃ天満いい街なんで、ぜひとも皆さん行って、いい店あったらまた教えてくださいということで、ごちそうさまでした。じゃあ悪魔の駐車場コーナー28番。ゾッコ、おお、新時代盛り。また食えるやん。